この別れは北斗の宿命か。ユリア、かつて愛した女、シン、同じ女を愛した友、二人を失い空っぽとなったケンシロウの心を癒したのはバット、そしてケンシロウを追いかけてきたリンだった。ケンシロウは幾多の戦いの中でリンたちの心に触れ、不幸な子供たちを守ることに意義を見出す。やがて彼らは乱世に似つかわしくない豊かな村にたどり着く。その村はヒバ一族という凶悪な野党に狙われていた。ケンシロウは村で出会った二人と共に野党狩りに乗り出す。マミア、ユリアの面影がある美しきリーダー、レイ、シンと同じくナント政権を操る男、この出会いも北斗の宿命か。どうやら腕の方は用心棒として合格ね。俺の名はレイ、覚えておくがいい。第3話、漂う死の匂い。ここにまた一人村人の尊い血が流されてしまいました。しかし私たちは何としてもこの村を守っていかなければなりません。この村のために死んでいった人たちのためにも。おー、俺たちは戦う。マミアさんと共に最後まで。あんたの命令は何でも聞こう。さあみんな戦いの準備よ。おの方が仕事が早い。私も行きます。あなたたちがどう思うと私は村の責任者。それにあなたたちが逃げ出さないとも限らない。ついていきます。死ぬぞ。構いません。君の悪い場所ね。すでに奴らのテリトリーだろう。気を抜かぬことだ。
突進。ただの用心棒とは違う。あの男たちは一体。死には血を。それが一族の掟。貴様ら、今日を生きる資格はない。妹が何者かにさらわれた。分かっているのは胸に七つの傷の男とだけ。妹、アイリのため俺は生きねばならない。胸に七つの傷を持つ男を殺すまでは。その背中バッサリ行くぜ。足がすくんで。戻れそうです。ありがとうございます。ケン、俺はマリアさん。敵のアジトを探る。後でまた合流しよう。
屋敷ついてこれるか。地面に何か仕込んでいるな。行くぜよ。
冒険の恐ろしさ見せていたのか。兄さん、本当に兄さんなの？そんな生きて兄さんに会えるのなら目を塞ぐのではなかった。何？兄さんどこなの？私を抱きしめて。今助けてやるぞ。お前の可愛い妹はわしの手の中だ。ハイリだけは殺さないでくれ、頼む。そのためなら俺は何でもやる。ならば貴様、その北斗の男を殺せ。表裏一体の北斗と、なんと互角の拳法。戦えば勝者はない。なんとわしの頭のいいことや。許せ、剣。
三回剣。お前はもう死んでいる。奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。その構えは北斗神拳秘伝の正極林。この構えの持つ意味は貴様も知っていよう。なんと小針北斗竜撃コ。この勝負わしの切り札の方が強かったようだな。兄さん、親父大丈夫だ。間違いなく死んでる。二人とも心臓がピクリとも動いてねえ。おれ、今こそこやつらを刻んで一族の恨みを晴らしてやれ。よし、息子たちよ、引き上げだ。この女を殺せ。やつら、やつら、来たらいかな。正極林の構えは互いに飛行をつき一時的に仮死状態になることの合図だったのだ。貴様は最初からジョーカーを引いていた。おのれ、お前たち行け。足を逃がすための時間稼ぎをつけ。もし俺の胸にも七つの傷があるとしたらどうする？お前がアイリを連れ去った本人だと言っても俺は信じない。それくらいわかる。
やわな剣など通用せん。Thank you.
あの日ヘルメットの男に連れ去られて、もう一生会えないと。まさか奴が。乱世を生き抜いてきた剣だ。天空に連なる七つの星のもと、1800年の長きにわたり永々と受け継がれてきた一子相伝の秘剣北斗神拳だが、伝承者ケンシロウには三人の兄がいた。北斗神拳の奥義を伝えられるのはただ一人。兄弟は伝承者の座を目指して戦い続けた。血はつながっていないとはいえ、その戦いは壮絶なものだった。レイの妹アイリーを連れ去った七つの傷の男、それは北斗の掟から外れたあの兄。そう確信したケンシロウは再び歩き始める。レイやリン、そしてケンシロウを思う間宮を残し、血で血を洗う兄弟同士の戦いの渦へと。伝承者の宿命はどこまでも過酷で、そして悲しい。今度の敵はおそらく身内、リンとバット二人を頼む。死ぬなよ。第4話、死闘への旅立ち。立ちはだかる敵にはこの剣で応えるのみ。
助けてくれ。あのお方の名を言ってみろ。
さ。とくとは手合わせてやる。粗大ゴミを殺す方法を教えろ。知るかよ、やわな剣じゃ無理なんじゃねえか。あそこです。あっち。変な奴が仲間をぶっ飛ばして。
くたばりやがれ。
墓標のない墓を増やすつもりか。
やっちまえ。巨大像。
ジャギ様の名声の証。アガメよ、たたえよ。北斗神拳伝承戦、原子炉様の敵だ。
北斗、百裂拳。貴様にはまだ二人の鬼がいるか。